ジャコボ、ジャコボ、ジャコボは、クロアチアスラボニア地方にある都市及び、基礎自治体。オシエクの南西 37km、ナシツェの南東 34km の場所に位置し、標高は 111m である。人口は2001年現在、2万912人で、基礎自治体全体では3092人である。ジャコボは、肥沃な土壌に恵まれている。主要な産業は、 農業、畜産、川や、羊毛の加工、馬の選別繁殖、工業では、家具用の木材加工、繊維業、科学、食品加工、建築資材、印刷業、観光業などである。M17.01E73 の幹線道路が交差する場所で、鉄道は、プロチェサラエボブルポリエオシェクブダペストを結ぶ、路線が通っている。 聖ペトロ大聖堂と聖ポール大聖堂は、ジャコボにとり有名なランドマークであり、ジャコボだけでなく、スラボニア地方すべてにとっても重要な聖霊物である。聖堂は1866年から1882年の間に、その当時のカトリックのジャコボ 3M 教区の司教、ヨシプ・ユーライシトロスマイエルのもと建てられた。司教宮殿近くの19世紀からの美化された。 公園は特別な保護のもと、同様に近くの19.20世紀の殻の小さい公園は演芸の記念碑になっている。中心となる伝統的な行事は、ジャコバチキ・ベゾビーと呼ばれるものである。スラボニアやバランヤ地方の民族的なショーで、毎年一度7月にも要され、伝統的な民族衣装によって、舞踊や合唱が行われている。 大聖堂主催の聖火隊やオペラ、芸術展なども開かれる。ウェディング馬車のショーはプログラムでも特別なものとなっている。スポーツ関連のプログラムでは、リピッツァナーが競技コースで見ることができる。それらは、イバンドボールにある繁殖所からやってきており、馬の繁殖は1506年より行われている。ジャコボ周辺はスポーツを楽しむための環境がよく整備、されており、 狩猟や釣りなども楽しめる。伝統的なスラボニア料理は、肉料理のスモークソーセージや、スモークハムなどで、鹿肉や綺麗な水で採れた魚料理など肉料理、魚料理両方をジャコボや、周辺地域では、味わうことができるほか、ジャコボ地域では洗練されたワインが特に興味を惹かれる。ジャコボには暗殺された、クロアチア人政治家、スチェパン・ラディチのモニュメントもある。 メモリアルツーラディチインザセンターオブディコボ。ありがとうございます。